キングプリンス新体制で初めてファンの前でのイベント開催5人体制時代の楽曲も熱唱。人気アイドルユニットキングプリンスが2日、東京割焼ア,アリーナでファンミーティング、キングプリンスと打ち合わせを開催しました。長瀬恋24と高橋海人24の2人体制になって初めてファンの前でのイベントに登場しました。 彼らは新曲、何者や五人体制時代の楽曲、ラビユーなどを熱唱し、またゲームコーナーや楽しいトークでファンと交流しました。昼夜に公演を行い、たくさん万人のファンが新たなキングプリンスのスタートを祝いました。会場は変わらぬ大歓声で迎えられ、二人はポップアップで勢いよく舞台に飛び出しました。 みんなが僕らを見てとても楽しそうに笑ってくれて一体感を感じられました。僕たちも変わっていないし、ファンの皆さんもいい意味で何も変わっていなかったです。と、長瀬は安堵の笑みを浮かべました。5月22日にメンバーの平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退し、翌23日から二人体制で再出発しました。 この形になってなるべく早くファンの皆さんを安心させたいという気持ちがありましたし少しでも早くファンの前に立ちたいと思いましたと長瀬はこのステージを企画しました。彼らは歌唱から遠く、ゲームまで和やかな時間を共有し至近距離でファンと触れ合いました。しかし彼らはこれまでの歩みを忘れることはありませんでした。 ラストでは5人体制時代の楽曲、ラビン・ e の前奏が流れると歓喜の声に包まれました。永瀬は5人のキングプリンスの歴史を背負いながら活動していくという気持ちでいるので5人時代の曲を演奏しない理由はありませんでした、と語りました。 新曲、何者、6月21日発売、は、初週売り上げが50万枚を突破し、好調なスタートを切りましたが、長瀬は言います。二人のファンだけでなく仕様や、ジンキシさんを応援してくださっている方々も手に取ってくださったでしょうし、たくさんの方々に支えられているとこの結果を見て実感しました。さらに、8月16日には新アルバム、 ピースのリリースが予定されており、それに伴う全国アリーナツアーも8月27日の球場公演を川切に K7 都市24公演で開催されることが発表されました。彼らは進み続け、精力的に前進する姿勢を見せており、理想像についても話しました。 グループはデビュー当初から海外進出を目指していましたが、高橋は国内や海外よりも目の前の人を幸せにすることが大切です、と述べました。長瀬も一歩ずつゆっくりと僕ららしく進んでいきたいです。ファンの皆さんの立ち直りのスピードはそれぞれ異なると思いますが、そのような方々も置いていかずに二人の歴史を紡いでいけたら、と頷きました。 小なりメンバープロフィール大なり。長瀬連長瀬恋、1999年1月23日生まれ、東京都出身、大方、メンバーカラーは漆黒。高橋海人、高橋海斗1999年4月3日生まれ、神奈川県出身、A 型、メンバーカラーはひまわりイエロー。また、